ユニオン軍はアメリカ合衆国ニュージャージー州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は53万6499人であり、2000年の52万2541人から2.7%増加した。人口では州内第7位の軍である。軍庁所在地はエリザベス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ユニオン軍はニューヨーク大都市圏に属している。アメリカ合衆国商務省経済分析局によれば2009年の一人あたり年収で国内3113軍のうちの第119位、州内では第8位だった。フォーブスドットコムによる調査では資産税の総額で国内第2位の軍だった。人口密度は5000人平方マイルを超えており、 国内最大級である。ユニオン軍は1857年3月19日にエセックス軍から分離して設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は105.40平方マイルで、あり、このうち陸地102.86平方マイル、水域は2.55平方マイルで、水域率は2.42%である。軍域の大半は、 比較的平坦であり、標高も低い。北西宮のみに起伏があり、ワチャング山地が横切っている。軍内最高地点もそこにあり、バークレイハイツの2地点の海抜は560フィートである。最低地点は東海岸沿いの海面である。軍内には鉄道、道路が広がり、空港や海港もある。主要高規格道路としてはニュージャージータンパイク。 ガーデンステートパークウェイ、週刊高速道路78号線、道278号線、アメリカ国道1号線、道9号線、道22号線があり、またスタテン島との間にはゴーサルズ橋がかかっている。旅客鉄道はニュージャージートランジットが北東海路線、ノースジャージー海岸線、ラリタンバレー線、モリスタウン線、グラットストーン支線を運行している。 貨物鉄道は、コンデールのリー配イ線とケミカルコースト支線がある。貨物と旅客の鉄道は1897年から1992年まで、ラーウェイバレー鉄道が短い線を運行していたが、顧客の減少により、廃線になった。エリザベスマリンターミナルは、ニューヨークニュージャージー港湾公社に属している。ニューアークリバティ国際空港の南部が、エリザベス市内に入っている。近年、 群庁所在地であるエリザベス市の平均気温は1月の下市24度から7月の下市86度まで変化している。過去最低気温は1934年2月に記録された下市14度であり、過去最高気温は1993年7月に記録された下市105度である。月間降水量は2月の2.99インチから7月の4.76インチまで。 変化している。ラーウェイ川にかかるラリタンバレー鉄道橋以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ユニオン軍は民族構成が非常に多様である。バークレーハイツ、ニュープロビデンス、ウェストフィールド、サミット、クランフォード、ケニルワース、クラーク、リンデン、ユニオン、スプリングフィールド、スコッチプレーンズには多くのイタリア系アメリカ人が住んでいる。 また、アイルランドや、北、ヨーロッパ人の子孫も多い。プレーンフィールド、ロゼル、リンデン、ユニオン、ラーウェイ、エリザベスには、大きなアフリカ系アメリカ人社会がある。ロゼルパークには、インド系アメリカ人が多く、ロゼルパーク、リンデン、ラーウェイ、プレーンフィールド、特にエリザベスには、ヒスパニック系とポルトガル系が多い。スプリングフィールド、スコッツプレーンズ、エリザベス、 ヒルサイド、クランフォード、ウェストフィールド、サミットにはユダヤ系が多い。ユニオン軍庁舎、エリザベスシユニオン軍は9人の委員で構成される。軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に、党派選挙で選出される。任期は3年間である。毎年3人が改選される。委員会は、軍運営のための政策を設定する。 日々の管理は指名された軍マネージャーが監督する。軍政委員会は、軍の立法と行政の機能を持っている。立法機能では予算を策定して採択し、軍の方針と手続きを決める。行政機能では、歳出と部門の動きを監督する。管理任務の多くは、軍マネージャーに託されている。各委員はその任務の一部として様々な委員会の委員を務めている。 例えば、経済開発、公園とレクリエーション、公共事業と政策などである。さらに、軍内のオープンスペース信託基金を監督している。アメリカ合衆国会議員の選挙では、ニュージャージー州第7、第8、第10、及び第12選挙区に入っている。2013年時点では、共和党議員1人、民主党議員3人を選出している。 軍レベルの警察機能は、ユニオン軍警察署、ユニオン軍保安官事務所、ユニオン軍検察官事務所が担当している。ユニオン軍軍章には、銃で撃たれる女性を描いていることで、国内唯一のものである。これは、アメリカ独立戦争の時に、イギリス兵に殺された、エリザベスタウンのハンナ・コールドウェルを描いたものである。2011年3月23日時点で、 軍内登録有権者数は286,071人だった。このうち119,520人は民主党に43,643人は共和党に122,799人は無党派で登録されている。その他の政党で登録したのは109人だった。2010年国勢調査の人口に対しては53.3%が登録し、 18歳以上の人口に対しては70.6%だった。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマが139,752票、66.0%を獲得し、対する共和党のミッド・ロムニーは68,314票、32.3%だった。その他の候補者は1,765票。 0.8%だった。投票総数は211,597万票、投票率は68.8%だった。2008年では、バラク・オバマが141,417万14票、63.1%を獲得し、対する、共和党のジョン・マケインは78,768票、35.2%、その他の候補者は1,912票。 0.9%だった。投票総数は223,951票。投票率は74.7%だった。2004年では、民主党のジョン・ケリーが119,372票、58.3%。共和党のジョージ・ W ・ブッシュは82,517万票、40.3%。その他の候補者は1,498票。 0.7%だった。登録有権者数283,270万人のうち投票総数は204,759万票、投票率は72.3%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では民主党のジョンコーザインが68,867万票、50.6%を獲得し、 共和党のクリス・クリステが56,769票、41.7%を上回り、無所属のクリス・ダーゲットは7,999票、5.9%、その他の候補者が1,058票、0.8%という結果だった。登録有権者数292,490人のうち投票総数は136,110票。 投票率は46.5%だった。ユニオン軍保安官事務所はエリザベス市にある。その他にユニオン軍警察署と呼ばれる軍警察もあり、このような軍は国内でも限られたものである。ユニオン軍の自治体ユニオン軍には下記の自治体がある。名称の後の数字は渦の番号である。 共学効率研究型大学である、キーン大学がユニオンとヒルサイドにある。リベラルアーツと科学を教え、職業教育も行う。人間科学と社会科学に定評があり、毎年多くの教師を育てている。ニュージャージー医科歯科大学と共同して、理学療法を教えることでも知られている。ユニオン軍カレッジは2年生、コミュニティカレッジであり、 ニュージャージー州の軍カレッジネットワーク19校の一つである。1933年に設立され、クランフォード、エリザベス、プレーンフィールド、スコッチプレーンズにキャンパスがある。フェルトビルの配送、保存が進行中である、ウォリナンコ公園。ありがとうございます。